これね、セイントセイヤ、打ってきました。セイントセイヤは、過去に、まあ何回か打ったことあるし、動画にもね、動画撮り始めてからも打って、まあその時は7点群外しは何度見てもいいね、とかいうね、わけのわからん動画載したけども、まあ今回、まあそれ以外にも過去に打っとって、一回ね、ジューシーハニーが寝台の時かな。ジューシーハニーを朝一で取りに行って、で、ちょっと1000円かなんか回して、なんか、ジュースね、買いに行ったんだね、その自販機に。俺絶対コーヒーのお姉さんからはもう絶対何があっても、どんだけ玉が出ても、何百万円その日買ってても、買わない人だから、絶対自販機で買うんだけど、自販機ではね、全然ガンガン買うんだけど、まあ金の問題じゃなくね、それは。まあある理由によってね、絶対買わないんだけど、まあその日も1000円打って買いに行ったら、たまたまね、バラエティの島通ったら、セイントセイヤにね、なんか、朝一ランプ的な、朝一ランプとは言わないけど、朝一ランプ的なやつがついとって、あ、これはどうしようかなって。で、その店、結構かそっとる店で、お客さん全然いないんだ、4パチは。で、1パチは、まあ割と満席なんだけど、4は全然おらんくて。で、俺その日は4のジューシーハニーでね、朝一並ぶ必要もなかったなっていうぐらい全然余裕で取れて打っとったんだけど、まあ朝一ランプあって、どうしようかな、このセイントセイヤみたいな思って、でもジューシーハニーせっかく打ちに来たし、と思って、まあ、かそっとるから、誰も打たねえだろうと思って。で、ジューシーハニーが、これがひどい台でね、ひどい台っていうのは回転数が、もう 1K10 以下だったな。7か8ぐらい、平均。たまに10回るぐらいで、でも平均すると7、8ぐらいで、これ絶対やっちゃダメな台なんですよね、これ。もう、1000円、少なくとも2000円ぐらいでね、もう見切って、まあ、回転村を見越してもね、もうそれぐらいで見切って、絶対やめなきゃいけない台なんですけど、まあ、1万5000円ぐらい投資したんですよ、俺。で、まあ、当たって、結局、かなり連チャンしてくれたもんで、プラス5万ぐらいになったもんで、全然良かったんだけど、まあ、こういう台は、今回たまたま当たったっていうだけで、絶対打っちゃダメっていう台なんだけど、って話がどん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 いろんな方向に逸れていっとんだけど、何の話をしとったんだっけ、俺。そう、ジューシーハニーの、それはいいとして、そう。で、そのジューシーハニーを連チャンした後に、セイントセイヤどうなっとるかなと思ったら、まだ誰も回してらんもんで、これはもう座るしかないなと思って、で、座って打ったら、セイントセイヤはまあ普通に回るんだね、回転。3000円ぐらいで、確かかかって、で、プラス3万ぐらい、ちょっと続いてくれて、っていうのがまあセイントセイヤね、非常にいい思い出、が俺はあるかなっていうので、でもこれ初打ちじゃなくて、初打ちは実は俺なぜかアマを打ってしまって、アマで300ハマって、翌日またそのセイントセイヤ打って、アマでまた200ぐらいハマってっていうね、セイントセイヤとは縁がないなと思っとったら、そのまあそっから期間はだいぶ空いてからだけど、2回目にそういう朝一ランプと出会ってみたいなね。でまあ今日が4回目かな、その後にその7点群外しっていうのをねやっとるから、5回目か、5回目のセイントセイヤっていうことでね、まあ、どうなるかね、久しぶりに、セイントセイヤといえば4かなっていうことでね、4発でやってきたんで、俺がぶっ殺されるのか、ちょっと勝てるのかね、見てください。ちなみにね、このね、ミント系ね、嫌いなんだな、俺このチョコとミントが一緒になったやつ、アイスクリームも含めね、別にミント自体は嫌いじゃないし、チョコはあんまり好きじゃないかなっていうのはあるけど、このチョコミント系がね、どうしてもね、苦手なんすよ。みんな好きなのかな、これ。みんな好きだよね、みんな大好き、チョコミントなんていうね言葉もね聞いたことあるしね、俺はちょっとダメなんでねっていう、まあどうでもいいです。セイントセイヤに行きます。はい、
ニアの牙のように全てを砕く。Thank you.
よかったわ。本当に。本当よかったわ。これね、1パチのね、燃えよ剣、機動新選組の燃えよ剣を打った後に、うわぁ、俺連敗止まったーつって、調子づいてね、打ってきたやつなんだけど、で、これね、4パチで調子づいてね、これ絶対やっちゃダメね。1パチで勝ったーつって、さらに4でさらに勝とうみたいな、その金でね、絶対やっちゃダメ。俺普段やらないんだけど、もう、俺死んでもいいやと思って、もうこの際どうなってもいいや、俺なんかと思ってね。もう読んでやってやろうっていうことでね、セイントセイヤやったらね、まあ本当にすぐ当たってくれて、本当にね、良かったですよ、これ。まあこの店、系列店で、この店、この店舗は2、3回目ぐらいなんだけど、この同じね、系列店でもっと家に近いところでね、何回か行ったことあるんだけど、まあ結構ひどい店でね、俺ね、全部のホールをひどいとは言わないけどね、てかほとんどのホールがひどくないと俺は逆に思っとるんだけど、まあ、この店は結構ひどいなと俺は割とね、まあ、換金率とその回転数の部分とか、まああとね、打ってるお客さんに対してのね、箱積んでる人とかもそうだけど、まあ一概には言えんけどね、たまたま俺がね、何十回行っとる日だけそういう風って可能性もあるからね。で、俺が行ってない日はもうバンバン還元しとるって可能性もあるけど、まあ俺が行った日はそういう風だから、まあどうしてもそういうね、印象になっちゃうけど、まあ今回俺は珍しくね、勝たせてもらえたんでね、まあこの勢いでね、このまま突き進んでね、電車道でガンガンプラスにね、さらに一応この間までの連敗でもギリギリプラスのところにおったもんで、まあこのセイントセイヤのおかげでなんとかまたプラスをね、さらにプラスにできたもんで、まあこの先も精進していくんでね、またいいの撮れたら動画に載せていくんで、いいの撮れなくても動画に載せていくんでね、よろしくお願いします。よし。